ガツエイは、有馬慶太郎による日本の漫画作品。1999年9月号から2009年3月号まで、コミックガムに連載。2004年10月には、ガツエイ、ムーンフェーズマイナスのタイトルで、テレビアニメ化された。なぜか心霊写真ばかりを撮ってしまうカメラマンの森岡、公平は、取材に行った、ドイツの古城で、 ヴァンパイアの少女であるハズキと出会った。その城に遊兵されていたハズキは、公平の血を吸って僕として、城から脱出しようと考えて、血を吸うも、全く効果が現れなかった。だが、公平が城の封印装置を壊したことにより、ハズキは、城から脱出し、そしてあろうことか、生き別れの母の行方を求めて、公平と共に、日本へ向かった。 月影、ムーンフェーズマイナスのタイトルで2004年10月からテレビ東京とテレビ大阪で深夜アニメとして放送された。全25話。第26話についてはテレビ放送されず DVD 第13巻に追加収録された。基本的に原作に準拠しているが原作におけるお色気描写は全面的にカットされているなど変更点も存在する。このため、 エルフリーでは、性格の設定が、大幅に変更。各徹夜を呼び各達也は、アニメ自体に登場しない。また、公平に対する、はずきの呼び方も、奴隷ではなく、しもべとなっている。特筆すべき特徴として、舞台劇のセットを思わせるカメラワーク、唐突に降ってくる金だらいや、停電時に懐中電灯で顔を、下から照らす所作など、8時だよ。 全員集合を意識した演出が多用されている。また、オープニング映像内のカットでしり取りを行う、終了テロップに毎回有名作家によるイラストを用いる、といった特徴的な表現を含んだ作品であった。総監督を務めた新抱は清樹にとっては、この作品が、小ネタを多用した、新たな作風、スタイルを確立するきっかけとなり、パニポニダッシュ。や、 ネギマといった以降の監督作品にもこの作風が継承されている。また、本作以降はほぼすべての辛抱監督作品で、シャフトがアニメーション制作を担当するようになっており、他の制作スタッフも本作を担当した人物が多い。テレビ放送時の中盤や終盤での紙芝居のような表現のシーンが DVD 版では大幅に動画が追加。 修正されている。オープニングテーマ、猫耳モードはシングル発売後、主題歌とは別に、渋谷センター街の期間限定テーマソングとしても、使用された。オープニングテーマ第25話、第26話は、オープニングなし。猫耳モードを、第25話、第26話のエンディングとして使用。エンディングテーマ第17話は、エンディングなし。 挿入過去の2曲のみで放送されたテレビアニメはこの作品の他には銀盤カレードスコープと影から守るのみである2004年9月から2005年9月までビクターエンタテインメントの公式サイトでガツエラジオ動画配信されていたパーソナリティは葉月役を担当した斉藤千かずアニメ終了後も全回公開されていたが 2009年2月13日をもって配信停止された月へムーンフェーズマイナスに関するカテゴリーありがとうございます。